よいしょ。昨日の話なんですけど、以前にちょっと動画で出したこのうんころ餅列車の絵本ですね。子供用のこの絵本の作者さん、越川紀之さんの、個展が渋谷でやっていたので、そこに行ってきました。で、なんとそこに、作者の越川紀之さんご本人がいて、サインもいただきました。広川さんへということで、うんころ餅くんと毛玉ちゃんが書いてありますっていう感じですね。なんかこのうんころ餅くんとかの描いた原画が壁にいっぱい貼ってあったり、あとうんころ餅くんのお人形さんですねがいたり、あと映像が流れてたりしました。でそこでグッズとか持っていまして、いっぱい買ってきましたね。そのうんころ餅くんの、漫画3冊と、あと不思議な国のピスタチオちゃんの本を1冊と、あとこの個展限定の、絵ですね、本を1冊、新聞付きのやつですねを買いました。でもう1個買ったのがこちら、うんころ餅くんと毛玉ちゃんのアイシングクッキーです。めっちゃ可愛いですよね。これは、クリスマス、これ賞味期限が12月27日までなんで、クリスマスにケーキに乗っけて食べようかなと思います。これは一緒につけてもらったクリスマスのうんころ餅くんのポストカードです。で、私この絵本、自分の買ったやつを持って行ってサインもらったんですけど、こういう可愛い包装紙、うんころ餅くんの包装紙に包んでいただいて、でサインも書いてもらいました。であともう一個、T シャツも買いました。このうんころ餅くんと、毛玉ちゃんがユニコーンに乗ってる、T シャツですね。めっちゃ可愛いですよね。これは多分結構普通に使うと思います。で、全然関係ないんですけど、今日職場の人から、FM 横浜の中にいるレポーターで藤田くんっていうのがいるんですけど、はい藤田ですっていう藤田くんの、サイン付きのステッカーをなんといただきました。結構貴重ですよね。普段結構私 FM 横浜聞くんで、藤田くんのっていう感じなんですけど、知ってる人から見たらすごいじゃんっていうステッカーです。あと今日本日12月の、22日なんですが、今日有馬記念日、競馬の有馬記念の日で、買いたいなと思って、なんだっけな、なんかネットでできるやつをいろいろ申し込もうと思ったんですけど、やり方が全然わからなくて、まあ諦めてたんですけど、今日休日出勤で、バイトの子と有馬記念の話してたら、行ってくれれば買いますよって言ってくれたんで、お願い、単勝でお願いしたんですけど、見事に負けました。武豊のラブイズなんとかっていう馬に単勝でかけたんですけど、見事に、一番人気が勝ちました。以上、うんころ餅くんの、個展に行ったよというのと、いろいろでした。